機部隊が周辺に展開中。それじゃあご挨拶といきますか。じゃあ始めっか。よし頑張りました。何のためと尋ねたら自分のためと答える。よし、目標を可能なだけ破壊するんだ。なでしこは陽動でサポートします。お任せ。出撃ハッチを積んでいるモジュールを優先して破壊した方がいいな。シールドで守られてる。随分と大げさな仕掛けだな。あれが来年の勢力か。旧式のシリーズだからね。さながら博物館のところでした。ただそれを現代の技術と戦術に合わせて改良およびメンテナンスができた。大した技術力を持った連中のようね。高エネルギー反応、また来ました。マリナカ、カソン、もうやめろ。投降するんだ。お断りします。はい。投降は劣勢に立った者がすることです。あまりはしゃぎすぎない方が。パク。お願いだから、ここから消えて。僕だ。マリナ、なぜだ。なぜあんな連中に協力するんだ。私は。強くなる。よっしゃ。だからダメだ。答えろマリナ。ミサイルいる。うるさい、分からなくていい。ダメだ。山のてっぺん、シュー例の砲撃か。何なのそれ。射出地点は上空3500キロ。あれが報告されている例のやつね。大気圏内からの遠方射撃を考えるんです。いくらグラビティブラストでもあれほどの射撃精度は保てない。あの機体も使っている。というよりはむしろ照準をサポートしているんです。なかなか興味深いわね。そんなの反則じゃないですか。マスドライバーを思い出す。ふさわしいポーズ。強い。敵は撤退。待て、落ち合わせ。ペッフォード、今は目の前の作戦が優先だ。何も考えず壊す。シールドモジュールの破壊を確認。奇跡のシールドが解除されます。これだけやれば十分だろう。落ちろ。あとは可能な限り頼む。そこだ。犬の速攻ワンパターン。そろそろ引き上げるぞ。早くしろ。どこだ。とどめ。うりゃ。何も考えず壊す。ありゃ。シールドモジュールの破壊を確認。施設のシールドが解除されます。とどめ。とどめ。ありゃ。ありゃ。へい。
一度引き上げろ。